大池駅は、兵庫県神戸市北区西大池一丁目にある、神戸電鉄有馬線の駅。駅番号は、キロバイト12。標高350メートル。相対式2面2線のホームを持つ、紙幣駅。駅舎は、上りホーム側深海地寄りにあり、下りホームへは、構内踏切で連絡していたが、2021年2月1日に、下り。 ホーム側駅舎開業に伴い廃止された。沿線港ネットワークに接続された、駅務遠隔システムが導入されているが、駅舎には、構内売店が設けられており、売店スタッフが一部駅業務を担当している。乗り場番号は設定されていない。乗客とも、毎時4本が発車する。急行は朝、夕方のみ運行する。以下に、発車する運転系統、停車駅。 本数の一覧を示す。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。周辺は、戦前に開発が始まった、住宅街。2013年頃から2017年にかけて、道路拡張に伴う駅前再開発が行われた。ABCDEFGHIJKL、兵庫の鉄道全駅私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター。 2012年12月10日、166ページ。ISBN 9長7843億4300万6745。2019年度移動等円滑化取り組み報告書。神戸電鉄。2021年4月21日閲覧。ABC、2月1日始発より、大池駅下り駅舎の供用を開始します神戸。 電鉄、オリジナルの2021年1月29日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org スラッシュ web 20210129073617 https www.shintetsu.co.jp スラッシュリリーススラッシュ2020スラッシュ 20129.pdf2021 年1月29日閲覧神戸市統計書2021年4月21日閲覧。ありがとうございます。